皆さんはじめまして、 JAL サーブチャンネルはじめましたです。日本航空客室乗務員の新海です。よろしくお願いいたします。同じく日本航空客室乗務員の土井です。よろしくお願いいたします。このチャンネルは JAL の裏側を視聴者の皆さんにしていただきたいと思いスタートしました。こちらですね、はいですね。また社員の日常をメインにお送りするサブチャンネルです。一応 JAL さんで今メインチャンネルがあると思うんですけど、それはなんか関係あるんですか？メインチャンネルが今登録者数が9万9000人ほどなんですけども、はい、大体そのぐらいの登録者数を目指して頑張りたいと思います。あ、どれぐらい行きたいですか？期間、これどうしましょう。ちょっとまあでも地道にコツコツと長めに、あ、それぐらいですね。はい。いいですね。じゃあ皆さんちょっとぜひ登録していただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。メインチャンネル超えたらどうします？メインチャンネルに昇格ですかね。はい、解明できればと思います。はい。じゃあ解明目指して。目指して、はい。JAL の裏側をもっと視聴者の皆様にお届けできて、 JAL を身近な存在に感じていただければなと思っております。初回ということで JAL の CA さんってどういう人なんだろうなっていうのを知るために質問企画をしていきたいと思います。ホワイトボードに回答を書いていただいてお見せいただこうかなと思っておりますので、はい、では第1問です。CA になろうと思った理由は何でしょうか？せーの。はい。私は、保安要員に憧れがあったからです。私はいろいろな国に行ってさまざまな文化に触れたいという思いがあったからです。就職活動の時に客室乗務員という業務がお客様の安全をこうお守りする職業として、強い責任感だったり使命感をこう持って働いているということを知りまして、その職業を通して私自身もこう成長していきたいと思い目指しました。私は学生時代から旅行や新しい場所に行くのがとても好きだったので、客室乗務員になっていろいろな国に行くことで向上心を持ち続けながら仕事に臨めるのではないかと思い、この仕事を選びました。まず保安要員として皆さんがこうイメージされるのはサービス要員的なことが多いんだと思うんですが、はい、私たちは有事に備えてさまざまな訓練を重ねておりますので、保安要員としても乗務しております。うん、はい。あと土井さん結構どうですね、実際できてますか？そうですね、やはりいろいろな国に行って直接現地の方とお話もしたりですとか、はい、あとはコロナ前ですと先輩方と一緒にお食事に行く機会も多かったですので、うん、本当に普段の生活では経験できないことを仕事の中でも経験できるので、とても楽しく仕事ができていると思います。特に行ってここ面白かったなとか、ここすごかったなみたいなことってあります？はい、やはりバンコクが私は一番好きですね。鉄板ですよね。そうですね。人気ですね。やはりマッサージやネイルも安く楽しめますし、あとお食事もすごく美味しいので、はい、現地のお食事を楽しんでいます。じゃあ次の質問いきましょうか。はい。はい。フライト中の必需品はありますか？はい。ちなみにしちゃいますね。これですね。じゃあ一斉にオープン。おー。私は必需品ネイルオイルにしました。機内やはりとても乾燥しているので指先が割れてしまったりすることも多く、またお客様にお食事を提供したりする際にお客様の目線に一番入る場所なので美しく保っていたいなというところからネイルオイルにしました。素晴らしいですね。私はもう単純に水分補給ができるもう飲み物はマストだなと思っておりまして、機内は本当に乾燥しますので、そして乗務が忙しくなると水分を取ることを忘れてしまう時があるので、必ず自分のペットボトルとかマイボトルを持って飲むようにしています。土井さん持ってってるのはどういうやつですか？筆ペンみたいになっていて、後ろをくるくる回すとオイルが出てくるタイプのものを使っています。ポケットの中に入れておいて、さっと取り出してすぐに使えるものを使っている方が多いと思います。参考にしてください、ぜひ。新海さんどうでしょう？水分補給何も？機内ではマイボトルを一応持って。お水を入れて飲んでるんですが、乗務員の中にはもう2リットルのペットボトルを常に持ち歩いてる乗務員がいるんですが、土井さんですね、それは。はい、いつも2リットルを召し上がっています。今日も持ってきました。勤務中で一番印象に残っている良い思い出は何ですか？良い思い出。はい、オープン。ああ、同じ感じですね。あ、失礼いたしました。こちらでございます。バタフライアイランド。お、なるほどなるほど。窓からの美しい風景なんですけども、夜間フライトですとすごく星が綺麗だったり、ベトナムのダナンの夜の上空からの景色がすごく美しくて、私は感動しました。はい。ぜひ見てみたいですね。はい。私も同じ感じで、お客様とオーストラリアの帰りにバタフライアイランドを見られたことですね。これは経路によっては見られないところもあったり、雲の状況で見られないこともあるんですけれども、これを見ると幸せになると言われているものをお客様と一緒に見られた時ですかね。ぜひ皆さんもね、見ていただきたいですよね。いいですか、次いきますよ。はい。PA 人生の中で一番失敗したなと思ったことって何かありますか？結構やらかしみたいなことあるんですか？ちょいちょい。ありますか？どうですか？ちょいちょいですかね。はい、オープン。です。はい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 。滞在先に仕事で行った際にメイク道具を家に忘れてきまして、もうなかなか自分の肌の色に合うファンデーションとかがないので、本当に探し回ってなんとか調達しました。私はお食事をサービスしている時にカート、皆さん想像できましたでしょうか。こう2つカートの中にお食事が入っているんですけれども、後ろにその2枚目がないと思って1枚目をポンって押したら、後ろにあったお食事、まだ提供していないものが全てひっくり返ってしまったということがございました。やはり苦い思い出ですね。ありがとうございます。次行きましょうか。もし CA 以外の仕事をするなら何？はい、オープン。おお。どういうさ。ああ。私はコロナ禍でちょっとジョブが少なかった時に時間がありましたので、ファイナンシャルプランナーの資格を勉強して取ったんですよ。そこからちょっとこう資産運用とかそういうなんか将来設計みたいなところを考えるのが割と好きなので、もし CA でなければこれをやりたいなと思います。いいですね、結構ガッチガチな感じで、はい、なんか確かにやってそうというか、やってそうですか。ちょっと新海さんと正反対すぎてお恥ずかしいんですけれども、やはり客室乗務員としていろいろな国に行く中でもっといろんな秘境があるのではないかとか、あと私たちの航空会社では飛んでいない場所ですとか、行ったことのないところに行っていろんな方々とお会いしてみたいなという気持ちから、このミステリーハンターという職業なのかちょっとあれですけれども選びました。今もそういう意味ではできてるっちゃできてる。そうですね。かなりできている方かとは思いますが、次いきましょうか。お客様から名刺をもらったことはありますか？イエスかノーで。新海さん行きますか？行きますか？行きますか？なんかすごいのが出てきそうですね。はい、オープン。イエス。おお。そうですね。はい、これはいいのでしょうか。ご縁があった方と、はい、お話が盛り上がった際などに。私は1枚だけいただいたことがありまして、はい、でもお気持ちはすごくこう私が行った対応がこう喜んでいただけたということは、これ自体はすごく嬉しいことだなと思いました。実際は何ですか？受け取ってはいけないんでしょうか、そもそも。まあお断りしてるんですね。なんかいやっつってあんまり。それはそれでね。なんでしょうね。そこで突っ張りすぎなくともみたいなあれですね。別にただやんわりと積極的にもらえるっていうぐらいの今言うんです。CA とパイロットで食事に行くことはありますか？これよく聞かれますよね、絶対。これはそうですね。聞かれます。オープン。はい。海外のステイ先などで乗務員全員でお食事行くことありますし、その中にパイロットの皆さんもいらっしゃって、クルーコーディネーションという上でコミュニケーションはとても大事なので、そこでのコミュニケーションを帰りの便にも生かすというような形になります。乗務中にはパイロットの方とお話しする機会がほとんどないので、やはり滞在先で今新海さんおっしゃったようにお話をすることで帰りの便にすごく活かしやすかったり、安全面のことももちろんですがサービス面に関しても相談しやすいことが多くなりますね。ちょっと今の質問に近いんですけども、社内恋愛はあるのか、じゃあオープン。実際私の同期の中にも整備士の方と結婚された同期もいたり、あとはグループ会社同士でのコミュニケーションを図る講義などもありますので、その時にお会いした方とご結婚された方もいらっしゃいます。私の周りにもいるんですけども、でもやっぱり毎回本当に出会う仲間も変わっていくので、同じ仲間がまた集うってことが本当にフライトしててあんまりないので、ある人はあるけどなかなか発展しづらいんじゃないかなと私は思います。じゃあラストの質問いきます。今後この YouTube チャンネルでやってみたいこと、挑戦したいことはありますか？はい、じゃあお願いします。はいはい。ぜひ客室乗務員ももちろんなんですけれども、他部署の方ですね、整備士の方でしたり、あと機内食を作っている方々の裏側のお話もぜひここでお話できると、もっと JAL や飛行機を身近に感じていただけるのではないかなと思ってこれを選びました。新海さんも似た感じですかね。そうですね、他の職種の仲間と対談して裏側を探るという形でできればなと思います。質問していきましたけれども、いかがでしたでしょうか？少しでも皆さんが普段あまり知られていない情報がお届けできたらいいなと思います。お客様とのお話の中でも普段あまりするような機会がないような質問がたくさんあったので、これをきっかけにぜひ身近に感じていただければなと思いました。この中で一番印象に残っているものってありました？やっぱり答えだと土井さんのミステリーハンターがインパクトが、大でした。皆さんいかがでしたでしょうか？これからも視聴者の皆様が知りたいことや気になること、コメントで教えていただければと思います。それではまた機内でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。